お祝いの言葉を送りたいと思います。一言をカットしてもいいかなと思うんですよ。皆様を前にして恐縮ですが、お祝いの言葉を送らせていただきます。お祝いの言葉を送りたいと思います。そうですね、送りたいよりも送らせていただくの方が言葉としては丁寧でいいかなと思います。送らせていただきます。話しぶり的にどうですかね。そんなに話しにくくないでしょうかね。はい、わかりました。じゃあ一言はどうしましょう。一言カットしましょうかね。わかりました。ではお祝いの言葉を送らせていただきます。これでいきましょうかね。皆様を前にして恐縮ですが、お祝いの言葉を送らせていただきます。よろしいですかね。わかりました。はい、ではいよいよこの次の段落からが、何と言いますか、中身に入っていくわけですけれども、押さえておくべきポイントが、今の1段落目と2段落目というのは、まあこう皆様に対して申し上げたり、新郎新婦やご両家の皆様、まあ、ご出席の皆様もそうですけれどもね、本当に皆様に申し上げる内容で、スピーチが始まった直後の、いわゆる全体のご挨拶という位置づけの箇所になりますので、ここは当日さすがに、なんて言うんでしょう、紙を見ながらというわけにもいきませんので、ここは何も見ずにお話しいただいて、ちょっとね、噛んでしまいそうかもということなんですけど、極力何も見ずにお話をいただくところですね。で、次の部分からはいよいよ見ながらご発表いただくところになります。で、まあ見ないところでも見ながらでも、話しやすさですとか自分の自然さっていうのを、そこを何でしょう、追求していくのには変わりはありませんので、同じように見ていきたいと思いますけれども、はい、新郎の吉田智樹君は弊社の営業部の中でもトップクラスの営業成績を挙げております。大変優秀な社員であります。ここですね、ここですね。はい、多分ですね、丸から丸までが少し長くて、で多分長いことそのものもそうなんですけど、ちょっとだけ余分な言葉が入っているように思いますので、そこをポンポンと取ってつなげていったらだいぶ違うかなと思うんですよ。まず新郎の吉田智樹くんはということで、新郎のことをフルネームで呼んでいらっしゃいますよね。ここはどうしましょう。フルネームの方がいいですかね。はい、フルネームで、わかりました。そのまま行きましょう。で、その続きなんですが、弊社の営業部の中でもトップクラスの営業成績を上げております。大変優秀な社員でありますということなんですけど、弊社の営業部の中でも、多分ここ引っかかりはないですよね。スムーズに話せますよ、ね、はい。で、問題はその後かなって思います。トップクラスの営業成績を上げております、大変優秀な社員ということなんですけど、国語的に言うとですね、弊社の営業部の中でもトップクラスの営業成績を上げております、大変優秀な社員っていう風に、全部この新郎の吉田くんは以降は、弊社の営業部の中でもですね、そこからずっと全部社員にかかるんですよね。ですから多分長く感じているのがここの部分になるんですよ。なんとなく間延びしている感じと言いますのが。で、それでいくと、営業部の中でもトップクラスの営業成績を上げておりますを、上げているにしてください。で、丁寧な言葉じゃなくなるみたいなんですけど、ここは流れ的に丁寧な言葉をお使いにならなくてもいいところですね。トップクラスの営業成績を上げている、大変優秀な社員であります。
はい、そうです、そうです。なんかこのであります、なんかこうカチッとした挨拶っぽい感じというか、なんとなく肩肘張った感じ、そうですよね。でこれも普通に社員です、これでいいと思います。はい、新郎の吉田智樹くんは弊社の営業部の中でもトップクラスの営業成績を上げている大変優秀な社員です。はい、いい感じですかね、滑らかですかね。そうですね、あともしもう少しブラッシュアップするとすれば、トップクラスの営業成績、弊社の営業部の中でもトップクラスの営業成績を上げている、まあ営業部の成績なんで、このトップクラスの営業成績のところはトップクラスの成績、営業がなくても、営業という文言がなくてもいいように思いますね。新郎の吉田智樹くんは弊社の営業部の中でもトップクラスの成績を上げている大変優秀な社員です。はい、だいぶスムーズですね。はい、わかりました。では次に行きます。毎日の努力を惜しまない吉田くんの姿には感心させられるばかりでございます。また吉田くんのような優秀な人材が弊社の一員であることを大変誇りに思っている次第でございます。やっぱすごくいいと思います。はい、なんか気になるところありますかね。違ってきます。はい、平坦な言い方をするとどうなるかという、良くない見本ということで少しお話ししたいと思いますけれども、そこで由美子さんに一つお願いがあります。どうか吉田君を支えてあげてください。時として吉田君の仕事はハードになるかもしれませんので、このことは由美子さんに本当に申し訳なく思いますが、そんな時こそ彼を優しく包み込んであげていただきたいんです。それこそが吉田くんの何よりの癒しとなり、また毎日を一生懸命生きる糧になるはずです。いかがですかね。そうなんです、そうなんです。悪くはなかったと思いますけれども、おっしゃっていただきましたように、気になる点としたら言葉の抑揚がなく、まるでナレーションのような感じ、本を読んでいるような感じですよね。決してクライマックスに向かっていっているようなお話、話し方ではなかったです。はい、これをでは感情を出すためにはどういうふうにしたらいいかというと、本当に感覚的なところです。お腹をグッとこう入れ込んでいただくというところなんですよね。はい、一度ここの段落読んでみてください。特にこういった読み方でなければというのがありませんので、ご自身なりに一度グッとお腹に力が入ったような形で読んでみてください。はい、ありがとうございます。いかがですかね。なんとなく感覚っていうのはつかめますかね。そうです、今聞いていて感じた部分でいくと、新婦に向かってお話をするときですね、どこかやっぱり大勢の皆様の前でお話をされているので、大勢の皆様も含めて由美子さんに話をしているというニュアンス的には、そういうニュアンスにつながっていってたと思うんです。もう純粋に神父にだけ話すという感覚ですね。周りは誰もいないんです。極端なこと言うと、新郎と神父以外誰もいなくて、
お客様と新郎と新婦3人だけの空間って思ってください。で、新婦はすごく何でしょう、大事な人ですよ。あのお客様にとっても。で、なぜかっていうと大切な部下の伴侶だからです。そう思うと話し方も違ってくると思うんです。はい。ゆめこさんに一つお願いがあるんですよ。彼のことを支えてやってほしいんです。本当にぶしつけなお願いかもしれませんが。そうです、そうです。はい。で、その続きのところでいきますと、あの、原則、この内容ももちろん、新郎新婦、特に新婦に対して話している内容です。ですから、話すべきは、新婦の方を向いて話す。スピーチをするということになります。で、一方で押さえておいてほしいのは、これは新婦のことを話しているわけではなくて、新婦に新郎のことを話しているんです。彼のことを頼んどきます。仕事しんどくなる時もあるかもしれないんです。本当に申し訳なく思うんですけれども、そんな時こそ彼積んでやってほしいんですよ。きっとそれこそが彼頑張れる糧になるし、癒しになれるし、良くなると思うんです。由美子さんにかかってるんです。由美子さんに話をするようで、新郎のことをお話ししてますので、実質やっぱりお二人のお話を話すんですよね。ですから、由美子さんのことをお客様ご存知でないというふうにおっしゃってましたけれども、別にご存知でなくてもいいんですよ。あくまで新婦は大切な部下である吉田さんの伴侶ですよ。その伴侶に吉田さんのことを頼むんだっていう、思いを入れるのはそこです。お腹の下ぐっと力を入れるのはそこの部分になるんですよ。はい。そこを押さえていただきましたら、いい形でお話しいただけます。じゃあ、もう一回ちょっと言ってみましょうかね。はい。そこでからお願いいたします。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ良くなりました。めちゃくちゃ良くなりました。ご自身で違いは感じていただけたと思います。そうなんですよ、そうなんですよ。力を入れて話すとか、声を大きくするとかっていうのとは違って、大事なところでぐっとこうお腹に力を入れるような感覚で思っていただけましたら、大事なところが、立体的に浮き出てくるというんでしょうかね。はい。そういう風になって、自然と言葉に抑揚が出てきます。言葉の抑揚っていうと、何かテクニック的なもののように感じます。実際テクニック